はい、ロホさんの動画にレギュラーで出ています。初心者なりの悩みもめちゃくちゃあるんで、板を走らせるためのもの、こんな感じで、なるほど。ああ、うまい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 。いや、リフト降りるときもそんな怖くないから。確かに、でしょ。行くだよ。はい、はい、行った。ここちょっとシャドウあるの。はい、ここね、結構急斜面。はい、で、立つん大変やと思う。大変です。まあ一回立ってみよう。ちょっと回るか。お、やるやん。これもめっちゃ面白いのが、はい、下見たら安定しないの。あー、なるほど。めっちゃ面白いこれ。一緒やんけ、一緒やんけ。あれ、うん、俺がなんか後ろに入るの。はい、で、まあそうなんの、みんな、はい、シャドウきついとかじゃ、はい、で、どないしたらいいかっていうところだけど、はい、かかとで立って、はい、で、ちょっとつま先をクイックイックイッ、うん、クイッって上げながら立ってみて。そう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 、おう、おう、おう、いや、あ、で、それでいいの、それでいいの。なるほど、うん、とりあえず下見ない、下見んかったら来れる、こっちまで。下見んかったらこっちまで来れる。ええやん、いけるやん、いけてるやん、自分。これはできます。自分いけるやん、これ、これだけいけるやん、自分。ほんなら、あ、ちょっと相談していいですか。なんすか。なんか右足が、なんか、あの、なんかきついかもしれない。あ、きつい。はい、おっちゃんが締めたからな、こっち。はい、そしたらどうしたらいいですかね。ここを、はい、ここを、これぞ、はい、バチンってですよ。そう、あ、なるほど、やるやん。これでもう一回で、自分の好みに。さあ、こんぐらいですかね。うん、はい。痛かった。いや、痛くはないんですけど、曲がんなかった。あ、足が、うん、これなんでこけるんですか。え、重力であるから。急にそういう話しちゃう。はい、ほんなら一回やるから、はい、あの、見てな。見ます、めっちゃ。かかとで立ったら、はい、いきなり向こうにドーンって行くんじゃなくて、はい、横に行く。横に行く。で、後ろに人がバンバン滑ってくんの。そうなんすね、こいつら、はい、めちゃくちゃ危ないな、こいつら。もう初心者のみんな優しくないから。優しくない。白の世界やん、スノーボードの世界は。あ、やってるわ、ほら、あの子ら、ほら、ちょうどやってるわ、ほら、あ、やって、はいはいはい、あれ、あれ、あれをやる、あれをやる。おっちゃん一回やってみるで。はい、おっちゃんがやってる映像なんている。いや、いらんやろ。え、まあ、そこまで、ここまで来て、多分俺の声聞こえてへんやろうけど、はい、ここまでピーって来て、で、かっこいいのは、なんかこの一本線、お、うまいやん、やるやん、やるやん。なんせ下見えへん。で、行きたい方向を見る。なんせ下見えへん。何ですか。押せへん。下見たら、あの、下見た瞬間、うわーってなるから、はい、なんせ行きたい方向を見る。行きたい方向見る、うん、行けたやろ、はい、行けたやろ、はい、ほんなら今度、逆向いて、テレコ向いて。テレコって意味わかる。わからんね。あ、テレコ向くの難しい。はい、やるわ。ちょっと持っとって、これはい。で、板に近づいて立つやん。はい。で、こんなんむずいな。こんなんできへんな。こんなん自分できへんな。はい。もうめんどくさいけど、はい、こうやって。はい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 、はい。板を浮かして回せるから。はい。やってみよう。コロリンって。コロリンって口でめっちゃ叫びながらやったらめっちゃ簡単。もう別に叫ばんでもええねんけど。いけたよ。もしたら今度、はい、つま先に乗る。はい、つま先に乗るときに、はい、指を、はい、グーってする。グーッグーってして、はい、この足ってこうやって折れてるやん、はい、こいつをグッて伸ばすイメージで。ごめん、なんか理論言ったけど、はい、先にやった方がいいね、はい、先と同じやつを今度つま先側でやる、はい、こっちにこないして。進まへん、進まへん言うてるわ、あの人。大丈夫かな。お、分かってきたんちゃん。ええやん、ええやん。はい、オッケーオッケー、ええやん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 。でも、いけてるやん、自分。怖い、でも怖い。なんか、この時に、うん、どこに重心をやればいいんですか。もうちょっとこっち来れる。はい。もうちょっとこっち来よう、頑張って。いいよ、そういう感じでもいいよ。かわいいから何してもいいですよ、ね。うん、あの、止まるとき、はい、全然余談ないけど、こうやってコースの端っこにね、はい、止まった方が、そうですね、安全ではないんやけど、迷惑はかけないですね。まあ別に迷惑かけていいよ、初心者は。全然俺は許す。けど、あの、真ん中に座ってると、
なんかジャメヤっていうおっさんがおんの、はいはい、うまいくせに初心者に優しくないおっさんがおるから、なんやこの放送頑張れ頑張れ、あ、もうちょっとこっちや、よし、ええぞ、ええ、ええやん、ええやん、ええやん、なんせ下見えへん、なんせ下見えへん、お、お、お、ええやん、ええやん、下見たらかん、下見たら負ける、下見たら負けるで、下見たら負ける、今負けんかったな、今やるやん、やるやん今いけたっしょ、確かに、あの、かかと浮かせる感じ分かった、分かりますか、さっきあの、取ってない時に説明したんやけど、はい、グッてやる感じ、もうそんなん、こんなん動画見てる人別に知らんでもいいからな、お、取ってるからちょっと待って、今、ごめんなごめんな、うん、ごめんな、今日はダメやな、女の子やからごめんな、はい、はい、飲み込みめっちゃ早いからターンってやつ教えるわ、うわ、はい、お願いね、やりたいやろ、ちょっと先取り忘れてた前は、はい、見てる人どうでもやろ、そんな、はい、今度かかとからつま先は今できたやん、はい、つま先からかかとに行きたくない、そうです、これがむずいんよ、やるわ、一回、はい、お願いします、つま先から行ってて、はい、かかと側に乗せ替えたいなってなったら見る、見て、見たらもう、そう、だからスタートするときにつま先側に立ってみて、今ワイが向いてる向きみたいな、こんな感じで、さっきのゴロランとしてみて、あ、それ小枝さんと回ろうね、何言ってんのこれって、それで一回立ってみて、はい、立つやん、はい、で、見てみて、向こう、逆、逆から進行方向がこっちとして、レギュラーやんか、はい、で、グーって見て、そう、もっともっともっと見る、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 ほらほら、板勝手に回るやろ、ほらほらほら、そういうこと、なるほど、そういうことやね、要は、要はそういうことやね、なるほど、だからもっと見る、もっとも、もう、もう、超、超向こうまで見ちゃる、超えたらいける、いや、それ小枝さんと回らない、何言ってんだこれ何回やるんだこれこれで、そう、これで、もう一回やってみて、こう来て、そう、見て、そう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 、やるやん、なるほど、やるやん、自分運動神経ええの自分、あれやろ、バスケ部やろ、バスケ部のやつスノーボードうまいの、え、そうなんですか、うん、いや今なんとなく適当に言うたらバスケ部でびっくりしたからそのまま話し続けたけどへえ、バスケ部やったの、はい、でそれを続けていくだけ、はい、で、ターンできる、だからここはシャドウ緩いからさっきは狭い範囲で、はい、で、板もそんなに真横向けなくていいから、はい、やってみて、はい、大丈夫適当に取っとくから適当にやってみて、はい、で、アドバイス撤回するわ、そう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 で、見る見る見る、そう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 、めっちゃええやん、めっちゃええやん、で、ここはシャドウが緩いからもう板まっすぐ向けていい、ここに、そうそう、向こうにまっすぐ向けていい、ええやん、自分いけるやん自分やってたんちゃん、やるやん、なんせ、ね、目で見たら行く、あ、ほら、ほらここだ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 、大丈夫、シャドウが緩いとこはこけるととても痛い、でシャドウがきついとこの方が、はい、逆エッジにならない限りは大丈夫、なるほど、まあ、こうやってこけてね、こうめちゃくちゃになってんのもまあデビューサインかな、いいなるやん本当ですか、サムネいけろかな、あのこけて痛かったやろ、痛かったです、あのケツパッド最初に買った方がいいけど、はい、あのこけて痛くないようにする裏技としては一つ、はい、地面に近くなる、こけるって思ったら板に近づく そしたらダメージを最小限に抑えることができるから、なるほど、うん、やってみて、板に近づく、うん、こけそうなったら、はい、まあ、今日スパルタ言われてるかも、早かと、あ、頑張ります、すいません、うん、失礼しましたええやん、でもてか普通に運動しといていいな、見る、なんせ見る、で、下を見ない、下を見ずに行きたい方向に見る、めっちゃ弱いやん、怖くなる、はい、怖くなったら、はい、スピードが速くなったら、はい、今度は板を横に走らせる、どっちでもいいけど、うん、真下じゃなくて横に走らせたら、はい、それ以上加速がしにくくなる、なるほど、うん、でここからちょっとシャドウがきつくなるから、はい、横走りの幅を広くしてみて、はい、うん、ええやん、で見て向こうに走ってくる、向こうに行く、いや、うまいよ普通に
3回目とは思えそう、独学やろ、2回やろう。嬉しい。いや、これでもっと右回りで行ってもって、ほんでまた左にグッと振って、また左に行って、そう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 。お、今あれだったね。はい、今牛橋に乗った途端スコーン走らなかった。はい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 、そういうことなんですよ。なるほど。だから後ろ足に乗りすぎたらスコーンになるし、はい、前足に乗りすぎたら今度ブレーキになって板が回ってしまう。なるほど。だからできるだけ板の真ん中に乗りなさいっていう話なんやけど、難しいからそこは感覚で覚えて。はい、うん、わかりました。でもめちゃくちゃええ感じやん。わ、嬉しい。これで速度慣れてったらもう速度に慣れないとですね。言われるよ。これで板の中心に、まあでもあんま考えない方がいい。うん、あなたの方がいい。ええやん、うまいやん。これで初心者に教えるのは勉強になるな。これ脱いで、はい、右足を外す。そうで、さっきの、そうそう、さっきのやつや。ほんで、あ、これ一個いただけるわ。はい、そのハイバックって言ってんけど、サボタン、こいつの、はいはい、これ倒せてあげた方がいい。あ、なるほど、うん、ハイバック、邪魔ならへん。もう、いけたよ。すごい楽しい。滑れるようになるんですね。ほんまにこれはできんかった。もう、全くできなかったです。なんか、いつのタイミングで切り替えればいいのかわかんないし、だから重心をどこに置いていいか全くわからないし、重心のことか考えんでいい。足首の使い方と、はい、肩甲骨の使い方だけでも何かあれば、はい、あ、はい、はい、ありがとうございます。あ、すっげー乗るやん。これすごいやん。よいしょ、はい、はい、いけたね、これ。いや、なんかすごい恐怖心よりも楽しいが大きくなってきました。てか、今、はい、何も普通に適当に、はい、何も考えんと普通に乗ったの。何も考えずに乗りましたね。たけど意外といけたね。意外といけました。やるやん。なん、降りる時の緊張感が、うん、どう。いや、なんかまだちょっとでも怖い気持ちはありますけど、うん、なんか楽しくなってきました、やっぱりだんだん。それがええね。はい、ちょっと怖いぐらいがな。うん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 、めっちゃ怖いがちょっと怖いになったらええよな。え、もう本当に結構な進歩です今。そうなの、まあ、元の滑りは見てへんからさ、はい、あー、え、でも本当最初滑った木の葉滑り、うん、木の葉みたいなやつしか今までできなかったんで。あ、じゃあ今日もいきなりリフト1本目でターンやらされてないの。え、そうです。え、もうやんのみたいになったの。なりました。でもそれは過去2回で、はい、この本はちゃんとしてるからじゃないかな。あー、でもすごいなんか、うん、あ、こうやって回るんだとか、目線ってやっぱ大事なんだとかすごい思いましたね、うん、目線9割。本当に目線ってすごいなと思いました、うん、こう見ながら回るときあるじゃないですか、こっち、うんうんうん、まだ恐怖心あるから、うん、本当に目線だけで大丈夫かなって思いながらこう回るんですよ。回ったら、あ、いけんじゃんみたいな。めっちゃすごい簡単やな、スノーボード。いや、楽しい。目やったらできるから、スノーボード。いや、もう本当に楽しくて、今すごいですね。嬉しいわ、そう言ってもらえて。進歩がすごい、うん、買いに行こう。はい、もうこれは買いに行きます。買いに行こう。ちょっと、うん、なんかいいやつ教えてほしい、うん、実は僕スノーボードメーカーをしており、はい、あ、この話また今度にするわ。なんで今聞きたいんですけど今なんでやめちゃうんですか、はいはい、いや、なんかうわ、こいつ宣伝するやんって視聴者になったから今やめてください、はい、概要欄で。でも概要欄でね、はい、でもこれとか着てんのそうなんですか。え、これは、はい、俺は板しかやってない。あ、板、うん、あ、そうなんですね。この動画一回閉める。一回閉めましょう、ね、はい。はい、ということでね、こんな変な弱かな気持ち悪いやつがこんな物品さんにスノーボードをしててちょっとターンでもできなかったね。ね、なりました。よかった。すごい進歩。おっちゃん、これうまいこと教えれるかな思って。いや、すごいうまいです、教え方が、うん、いや、多分、はい、みんなこんな感じだと思う、教える人。そうなんですか。いや、この動画見た人みんなこの教え方するやろ。でもなんかそのやっぱ YouTube とかいっぱい見てたんですよ、初心者の。あ、見たんや。見ました、見ました、うん、見ましたけど頭の中ではできるけどやっぱ実際できないんで。まあまあ現物でこうやって教えてもらうとまたちゃうやん。そうですね。この IC とかあの IC とか、すごいすごいです、うん、もう本当ありがとうございます。いやいや、もう僕はもうこんな物品さん滑らせてもらってそれだけだよ ね、 ね、あれなんでもう、うん、ありがとう。緊張してもうそんな顔見られます、うん、おっちゃん、うん、おっちゃん言うなよ。ほんまにおっちゃんやんってなってるから、多分見てる人井口今日おっちゃんやんってなってるからさ、多分おっちゃんなってモテるもん。23歳の子にスノーボード教えて。
はい、おっちゃんなるで誰でも。おっちゃん。お前ら教えてみえ、ほんまに。コメント欄にあのお前めっちゃキモいなとか書くんやめよ。もう俺もキモい分かってんねん、そんな自分で。はい。じゃあね、ちょっとすげえいい感じだったね。あとはもう撮るんだるいんで。はい。あのそうですね。もう撮らずに、はい、普通にあのスノーボール楽しみましょう。はい。うん。な。ほな、ありがとうございました。ありがとうございました。エマちゃん、なんかすんの、なんか告知ある？あ、告知、僕のこの弱小チャンネルで告知しても何もないんだけどさ。いや、え、全然、うん、でもあのインスタやツイッターやってるので、ぜひ。あ、俺フォローするわ。俺フォローしてへんねん。そうなんですよ、私も。はい、フォローするし、もうよろしくお願いします。インスタグラムフォローしててください。お願いします、はい、ほんなら今回ちょっと初心者の方にね、スノーボードちょっと僕初めてこういう動画出したんであれなんですけど、まあ教えてみましたよってことで、もう参考になった方いいねとかチャンネル登録とかして何してください。じゃあ、お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。今日の成果見したれ。はい、ね、行ってあります。もうおっちゃん頑張って教えたから今日ほんまに。よいしょ。結構俺頑張ったで、ね、これ今までで誰よりも丁寧に、中島さんの1000倍丁寧に教えた。ほら、まずスイッチいけるようになりました。もう最初ね、レギュラーでやっててスイッチもいけるようになったし、逆もいけんの。ほら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 、すごない。うん、でメインの方がむしろメインもいける、うん、メインも滑れるじゃん。すごい、メインも滑れる、すごいよ、うん、めちゃくちゃ成長したの自分ほんまに。さあ、ほらすごいやん、もうスピード慣れたね、自分慣れたね。ごっついやん。え、発車やん、ちょっと発車やで、これ。そっち流れてくれ、そっち流れてくれ。まだ草むら落ちんで、まだまだ草食べなあかんねん、これ。まあ、なあ、発車になったよ、自分なあ。グーフィーの方がええんちゃう。いや、いいかもしれない。やっぱね、教える人に似るって言うからね。でもスイッチもいけんねやろ。ほらほら、スッて入れ替えよう。ほらごっついで、これ。ほらスノーボード3日目やろ、これ。ほんまに、ほんまやってたんちゃう、自分。やってたよ。やってない、やってないです。達者やん。これなんか俺が教えるうまいみたいなスケマになってない、大丈夫？なんか大丈夫？めっちゃ先生ありがとうございます。ほら喋りながら滑ってるもん。ほら、そんな余裕あった最初に。いや、なかったです。